こんにちは、西粟倉村の山根です。今日はね、これは僕が以前から持っているこうレザーマンのツールですね。コンパクトツールっていうんですかね。はい、こんな感じになります。ですね、これ見えるかな。ここにセンチ障子と、ここはですね、こうインチでこうものが測れるようになっています。こちらも同じですね。ピントが合わないな。はい、ということでね、次がこれを開くとペンチになります。それでね、ここの中にはナイフであったり、これが多分ね、革とかこういう革を穴を開けたりこうするものだと思います。他にはここにね、マイナスと、これがマイナスの大小となっています。こっちに回りまして、これはね、缶切りとかね、缶詰の蓋を開けたり、あとはですね、これプラスドライバーです。これはもっとマイナスの小さい分ですね。それでここにはヤスリが粗い部分と細かい部分がついています。これね、結構ね、持ってると便利なんですよ。どうしてもちょっとこうネジが緩んだ時なんかにプラスもありますしね、ちょっと缶詰が食べたい時にもこれで缶詰が開けれますし、ということでね、これはね、なぜ持ってるかというと、あのね、皆さん覚えてますかね、1994年の映画だと思うんですけど、あのキアヌ・リーブス主演のスピードっていうやつでね、あの中で主人公のジャックが確かね、あのエレベーターに閉じ込められた人を助けに行くときにね、こうエレベーターの扉を開いて、これを胸ポケットから出して、こうエレベーターの扉が閉まらないように使ったのがね、これなんですよ。このね、もしかしたらこのタイプじゃないやつかもしれないですけどね、このレザーマンはレザーマンです。はい、結構ね、僕はこういう小物類が結構好きで、これずっとね、もう長年使えますしね、ということでした。というか、もう一つあれか、こうやってね、こうやるともう虫が飛んできましたね。こうやるともう、これが20センチまでね、測ることができます。メモリが見えませんね。見えますか。はい、ということで、これが僕のこうアイテムの一つです。レザーマンのこうコンパクトツールを紹介しました。はい、では失礼します。